皆さんこんばんは。ゲームプロデューサーの今泉純です。広井王子です。この番組は一国千金のエンタメ界で生きる2人が、視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。はい。わずかな時間が千金にも相当する、ね、なんか嫌な言い方です ね。ゲーム業界、ね、ガチャ批判みたいな言い方ですねこれね。さて今週もゲストが来てくださいました。ファントムキルで七使徒役を演じている吉武千早です。千早さんです。はい、吉武千早です。よろしくお願いします。いやお願いします。2回目です、ね、2回目お会いするのは、はいね、7.5 周年のね、はい、本編の時に来ていただきまして、不思議な人だなっていう印象でしたね。不思議な人、うん、なんでですか？不思議な人ですか？いや、わかるでしょ。あのね、はい、ね、多分ね、姿と声が合ってないそういうことですかね、うんうん、はい、ということでね、不思議、その声が出てくるのかと思ってそれ作ってないもんね作ってないです。作ってない声だもんね、はい、それ確かに言えてます、うんうん、ということでね、そんな不思議な吉武さんとのことを知るサイコロトークいきましょう。早速、はい、ドゥルン、やべ、今 P への質問もう質問していいんですか？どうぞどうぞ。私 7.5 周年の時から、うん、今日も思ったんですけど、はい、すごい私服がおしゃれだなって思って。いやいや、それはねダサいプロデューサーやじゃん。いやいや、いつもどこでお洋服買ってるんですかそれ言いたくないなあんまり言うとね、なんかかぶるじゃん、なんか。ああ、なるほど。いや、おしゃれって何かっていうと、うん、あの人と違うのが一番大事なの。だからユニクロとか行くとそれなりにかっこよくなるけど、うん、被るの。そうですね、し、一緒だってなりますよね。ハイブランドを着すぎても、うん、被るのよ。例えばルイ・ヴィトンでかっこいい服着てんなって思ったら、だいたい AVX のマックス松村さん着てるのね。そうなった時に、あ、マックス松浦さんのだってなるじゃん、うんうんうん、とかっていうのが一番ダサいから、人知れずにいいところを ついてるのが私です。じゃあ言わない方がいいですね。はい、はい、下はちゃんとあのセオリーとユニクロのコラボの、T シャツです。そうですね。それ以外は言いません。言いません、わかりました。けどそうなんです、被らないこと、うん、だから最近はだいたいやっぱ服屋の人に聞いてると、はい、白と黒か青なの。みんな無難に行くと、うんうん、だから一番おしゃれなやつはベージュを着てるって言って、最近ベージュが多いです。ベージュってなかなかむずいから、